アンナは、1951年制作、公開、アルベルト・ラプトアーダ監督による、イタリア・フランス合作である。本作は、1951年、イタリアのメジャー映画会社ルックスフィルム、カルロ・ポンティのカルロ・ポンティ・チネマトグラフィカ、ディノ・デ・ラウレンティスのディノ・デ・ラウレンティス・チネマトグラフィカ、フランスの映画会社コンパニシネマトグラフィーク・ド・フランスの、共同制作、イタリアのローマにあった。 ポンティコールデラアウレンティス撮影所でセット撮影を行って完成、同年12月20日、ルックスフィルムの配給によりイタリア国内で、翌1952年9月26日にフランス国内でそれぞれ公開された。主演のシルバーナ・マンガーノの妹、パトリツヤ・マンガーノ、ナターンシャ・マンガーノも出演しているほか、当時マン17歳のソフィア・ローレンが、 ノンクレジットの早くで出演している。後に何にもレッティ監督が親愛なる日記にシルバーな漫画ーのが歌い踊るシーンを引用している。日本ではフランス公開の翌年の1953年にイタリフィルムが輸入し、松竹洋画部との共同配給により同年11月29日に公開された。日本でのビデオグラムは 1998年8月28日、東北新社が VHS でのレンタルビデオを発売している。ありがとうございます。